トベの新ガイドラインに衝撃。ファンダムの未来が激変する理由とは滝沢秀明が示した幻覚ルール。ファンも驚愕のトベの全貌。SNS の発展に伴い、ファンダムのあり方が大きく変わってきています。ファンは今や、ただ受け身でアーティストを応援するだけでなく、SNS を通じて自らの意見や感情を直接発信できる時代となりました。しかし、 その自由な発信は時に問題を引き起こすこともあります。滝沢秀明氏が率いる事務所トベは、こうした現状に対処するために新たなガイドラインを制定しました。このガイドラインは、ファンがアーティストや他のファンとの関わり方を見直し、より良いファンダム文化を築くための指針となることを目的としています。トベのガイドラインは、誹謗中傷や迷惑行為、詐欺行為、 偽のイベント、違法グッズ、チケットの不正売買、干渉マナー、SNS の利用に関する7つの項目から成り立っています。これらの項目は、それぞれが現代のファンダムが直面する具体的な問題を扱っており、アーティストを守るだけでなく、ファン自身の行動を見直す機会を提供しています。例えば、誹謗中傷や迷惑行為については、SNS 上での発言がアーティストの名誉を傷つけたり、 事務所の業務を妨害する可能性があることを指摘しています。この点に関して事務所は法的措置を検討することもあると明言しており、ファンに対して慎重な言動を求めています。この背景には SNS での無責任な発言がどれだけ大きな影響を及ぼすかという認識が深まっていることがあるでしょう。また、詐欺行為や偽のイベントについては、 アーティスト本人が直接ファンに連絡を取ることはないと明示し、注意を喚起しています。これにより、ファンが詐欺に巻き込まれるリスクを減らすことを目的としています。さらに、違法グッズやチケットの不正売買に関しても、法的措置や強制大会といった厳しい対応が示されており、ファンの行動が公正であることが求められています。鑑賞マナーに関しては、 他の観客や演出の妨げになる行為を具体的に列挙し、ファンに対して協力を呼びかけています。徹夜や早朝からの会場周辺への集まり、アーティストへの手紙やプレゼントの預かりなど、これまで曖昧だったルールを明確にすることで、よりスムーズなイベント運営を目指しています。そして、SNS ガイドラインでは、ファン同士のコミュニケーションや情報発信の方法について具体的な指針を示しています。 SNS は便利なツールである一方で、情報が瞬時に拡散するため、その扱いには特に注意が必要です。事務所は、ファンが SNS を通じて、アーティストや他のファンに対して配慮ある行動を取ることを促しています。このように、トベのガイドラインは非常に包括的であり、現代のファンダムが直面する様々な問題に対応しています。しかし、 ガイドラインの存在自体が示すように、ファンとアーティストの関係は一方的ではなく、双方が互いを尊重し合うことが求められる時代になっているのです。ガイドラインの背景には、SNS の普及とそれに伴うコミュニケーションの変化があります。SNS はファンとアーティストを直接つなげる強力なツールですが、その一方で誤解やトラブルも生じやすくなっています。例えば、 ファンがアーティストに対して批判的なコメントを投稿した場合、それが瞬時に広まり、多くの人々に影響を与えることがあります。こうした状況では、ファン一人一人が自分の発言や行動がどのような影響を及ぼすかを考えることが重要です。また、ガイドラインはファンに対して自己反省を促しています。他者を批判する前に自分自身の行動を見直し、 冷静に考えることが求められています。SNS 上での意見交換は建設的なものであるべきであり、即座に攻撃的な態度を取るのではなく、相手の意見を傾聴する姿勢が大切です。このような態度は、ファンダム全体の雰囲気を良くし、より健全なコミュニティを築くことにつながります。さらに、チケットの不正売買に対する対策も重要なポイントです。 公式のリセール制度が機能するかどうかは、ファンの協力次第です。不正売買が横行すると、正当な方法でチケットを手に入れようとするファンが不利益を被ることになります。ファン一人一人がルールを守り、公正な取引を心がけることで、全体の環境が改善されるでしょう。以上のようなガイドラインの存在は、ファンがアーティストを応援する上での新たなスタンダードを提示しています。 これまで以上にファンとアーティストが対等な立場で関わり合い、互いに尊重し合うことが求められる時代です。ガイドラインを守ることは、単に規則に従うことではなく、ファン自身がより良い応援文化を作り上げるための第一歩です。SNS 時代において、情報は瞬時に広がり、多くの人々に影響を与えます。そのため、 ファン一人一人の行動がファンダム全体の雰囲気や文化に大きな影響を及ぼすことになります。ガイドラインを守り、他者への配慮を忘れずに行動することは、アーティストを守るだけでなく、ファン自身がより楽しく、安全に応援できる環境を作るためにも重要です。今後、ファンダムのあり方はさらに進化していくでしょう。その中で、トベのガイドラインは一つのモデルケースとして、 多くのファンや事務所に影響を与えることになるでしょう。ファン一人一人が自分の行動に責任を持ち、互いに尊重し合うことで、より健全で持続可能なファンダム文化が育まれることを期待しています。最後に、このガイドラインが提示する問題は、単にファンダムに限ったものではありません。SNS が普及する現代社会全体に通じる問題でもあります。私たち一人一人が、 自分の発言や行動が他者にどのような影響を及ぼすかを考え、配慮ある行動を取ることが求められています。そのためには、自分を顧り見る姿勢や、他者の意見を尊重する態度が欠かせません。これからも、より良いコミュニケーションのあり方を模索し続けることが重要です。このように、トベのガイドラインは、ファンとアーティストの関係を見直し、 より健全で持続可能なファンダム文化を築くための重要な指針です。ファン一人一人がこのガイドラインを守り、互いに尊重し合うことで、アーティストもファンも安心して活動できる環境が整うことを願っています。今後も、ファンダムのあり方が進化し続ける中で、このガイドラインが多くの人々にとって参考となることを期待しています。ファンの皆さんがこのガイドラインをどのように受け入れ、 実践していくかは、ファンダム全体の未来に大きな影響を与えるでしょう。皆さん一人一人が自分の行動に責任を持ち、他者への配慮を忘れずに応援することで、より良いファンダム文化が築かれることを願っています。そして、その先に、アーティストとファンが互いに尊重し合い、共に成長していける未来が待っていることでしょう。これからも、皆。さんと共に、 より良いファンダム文化を築いていきましょう。